王様寝てるかな。あ、フレットじゃん。王様に会いに来ただけなのに、なんかフレットに遭遇した。お前何やるんだこれから。お前夜更かししてんの知ってんだかんな。逃げたけど、あいつ何やってんだろう。やましいことでもしてんかな。めちゃくちゃ気になるんだけど。なんか俺が行った時はダメだったんだけど。あれ、ちょっと待って、どっちだっけ。下か。上が王様と大臣の部屋だもんね。下に行って開けます。ここだよな。あ、何やってんの。うわ、うん、さてと、さてとじゃねえよ。寝るんかーい。寝るんかーい。ちょっと、どういうこと。イビリーはいないな。飲み屋から帰ってきたんだな、きっと。うん、いつもフレット怒ってる手前寝坊できません。おやすみなさい。あー、これあれか、イビリーが酒場で飲みに行ってる間に何かやってるってこと。フレットさんが、そういうことか。そしたらもう早めに来ないとダメってことか。イビリーが帰ってくる前にこの部屋についていないとダメって感じ。あ、集めたっけ。ああ、給料の掘り出し物。ああ、もう結構昔のように感じる。はいはい。あ、そうだね、これ録画してなかったっけ。そういえばキリオさんのお店で、そのあの夜に行くと、なんか、ちと高いが掘り出し物があるんじゃ、みたいなこと前言ってたじゃないですか。で、それ多分録画しないときに撮っちゃったんだよね。お金集めてるときにさ、ちょっと裏で。それ何かっていうと、どれだっけ？ちょっと俺も結構昔のことであんま覚えてないんだけど、安く買えたんだよね、あれ。何回も繰り返してたら。サンナイスパールじゃないよな。あれ？あ、これか！カクンテストーンか。そう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 、この石みたいなやつ、石板みたいなやつ変えたんですよね。400ネカぐらいだったっけな。はじめ1000ネカぐらいだったのに。だいぶ安くしてもらったよね。今日はイビリキさん来るかね、酒場に。じゃあもうせっかくなんでね、フレット一体見つけたんで、ちょっともうやっちゃおうかな。ガマカツ先生にはアワハッタ。あの人夢の中に出てくる魚を追いかけてるよ。ああ、あの人ガマカツっていうか、あの釣り教えてくれたおっさんな。顎の長い。ムーン界のトップ3の顎長おじさん。はいはい。まあその伏線はもう終わったからな。白羽の矢。あ、そんなもんどこで拾ったん。やばいで、やばい匂いがする。陰謀の匂いやで、そんな大掛かりな。やっぱりこれあれか、勇者を選んだ白羽の矢なんだな。で、その勇者は何か繋がってんだろう、このばあちゃんの不満。この藤尾ときっと繋がってるんだろうな。ああ、あれ？ガスだ。あれ？初めて見るな、ここで。何しに来たの？なんでよ、おめえは。え？どうしたんだ、ガス。珍しいにも程がある。明日雪が降りそうなくらい珍しいよ。何しに来たんだろう？王様となんか喋りに来たんかな？ちょ、ガセさん。どう思ってます？あ、虫だ。なんだろうな。なんか最近お城の中での出来事が増えすぎて、やべやべ。はいはい、ちゃんと伏線回収していかないとね。お、大臣どうした。どうした。そんな世話しなく歩いて。ああ、月が消えてから。月はなくなったんだ。この世界の月はもうないの？なんか月の光がどうたらこうたら言ってた気がするけど。ガセさん、お前ガセの友達か。はい、
まあ一応向こうはそう思ってるみたいですけど。ということは不良じゃな。不良か。ホームレスイコール不良はちょっと違うと思うけどな。マジでそうつ。くう、不良ってかっこいいの。かっちょいいの。なんだ、あんまり悪く思ってねえんじゃねえかよ。痺れるの、痺れるの。ああ。おっさんもかわいいな、ほんと。ああ。不良をかっこいいと思ってんの、王様。ちょっと中二病の再来かな。あと聞くことあるかね。ヘイガーバッジ見したっけ。ほほう。ヘイガーのバッジじゃな。しかし、わしの持ってるものとちょっとばかし色が違うの。あ、ってことは王様、これよりいいバッジ持ってんじゃないの。特会員だっけ。羨ましいの、羨ましいの。いや、絶対君のやつよりランク下だぜ、このバッジ。だって俺、正社員だもん。ひだ社員だもん。平会員だもんな。え、よかったら交換してくれんかの。いいんですか。いいんですか、いいんですか。こんなものと交換しちゃってもいいんですか。ほら、絶対こっちの方がいいやつじゃん。このちょっと金ピカバッジみたいな。へえ。あ、じゃあこれで奥まで進めるようになったな。これでかいな。黒い方がかっちょいいと思うぞい。王様、このなんだろう、価値観に縛られないこの奔放さというか自由さというか、可愛すぎんだけど。子供みたいだもんな。へえ。王様、フレットは知らないから。何かフレットじゃな、イビリと仲良くやってるじゃな。うん、そっか、夜更かしの件についてはあんま知らないんだね。エビリさんが帰ってきて、お仕事終わって帰ってきて、で、この後だよね、行くのか、出かけんのかどうか。何やってんの、フレット。フレット。指パッチンして何やってんの。ルルルルル、あらあら、あら。どういうこと、ダンスの練習してんの。そういうわけじゃなさそうだよな。ああ、若いと女房との間に息子がいるんです。初耳。その坊主と約束したんです。よく飛ぶ飛行機作ってやるって。あ、イビリさんの趣味は確かあれなんだよ。なんだっけ、エアプレーンっていうやつ。酒場にいるときに聞いたんですけど。そういうことか。そうだ、毎週太陽の日はテラスで飛行機飛ばしてます。へえ、趣味やってたんだ、ちゃんと。日曜日、太陽の日に。ちょっとメモっとくわ。イビリーさんは太陽の日に、テラスで飛行機飛ばしていると。はいはい、 OK。 マジか、よければ見に来てくださいよ。へえ、息子にやっぱり、なんだろう、息子のためか、飛行機やってんのはね。あ、で、出かけたね。フレットさん、何かすんじゃないの、この間。さすがに夜中ずっとに。さすがに夜中ずっと指パッチンしてるわけじゃなかろうぜ。なかろうぜ。止まった。ああ。ああ、なんとなくわかった。これあれだね。クイーンだね。こいつ本当にあれだな。ダンスの練習してたっぽいな、さっき。あ、寝る。なんかバンドでもやりたいんかな。なんだろうね。で、寝ちゃうんだよね。あっつって。これ俺見つかっちゃったパターンなのか。どういうことなんだろう。お前、フレディ目指してんか。フレディ・マーキュリー目指してんか、お前。帰ってきた。あ、ダメか。兜かぶって寝るんかい。そのままでよくね。せっかく私服だったのに。もうあれか、朝着替えのめんどくせえからそのまま寝ちゃうパターンか。俺もよくやってたな。そうなんだよな。こいつずっと忘れてんだよな。どうやったら取るんだろう。犬神マイマイだっけ。うん。お犬様が一声なけば。うん。
やっぱタオが来るタイミングなのかなって思ったんだけど、一回試したことあったよな、確かな。で、あんまり効果なかったんだっけ。何も見つからなかった。虫眼鏡はここで使う、得たりするかな。意味なし。コボン、コボンか、ボン。ブオン。あ、来た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 。コボーン、コボン、コボン。コボン、待って、待って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 。おーい。今キャッチできただろ。反応されなかった。悲しいな。地方によっては霊を迎える神聖な乗り物とされ、野菜等でその姿をまねて置物を見ることができるという。コボン来たぞ今。何やってんだ俺。絶対捕まえられたろ今は。ちょ、待ってみるか。来た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 。おっしゃー、おっしゃー。いやー、一旦見せると思わなかった、あんな簡単な動きなのに。5番救出するで、ちょちょピピピピピ。いやー、やられたね、1回目マジで。 え、でか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 。ちょ、誰お前。 え、お前の死体はどこにあるの。あ、それ？でっけえの来たよ。こいつ名前はおぼん？ もしかして。 おぼん。 おぼん救出されて、ちょびびびびびび。やっぱりこぼんがいたらおぼんもいるよな、そりゃな。ハテナがあるね。あ、お金か。300ねか。あ、そうだ、お金ね。お金についてなんですけど、ちょっといいですかね。今6858ねがあります。 多分だいぶ増えたと思うんですよ。前回の動画多分1000いくかいかないかぐらいだったんで、釣りしてね、いっぱい貯めてきましたよ、おかげで。どこ行く？どこ行く？ コントローラーがバグってる。釣りでいっぱいお金貯めてですね、買い物したやつが、その多分さっき話したやつ、石板のキリオさんの掘り出し物のやつと、あとここの曲ですね、9、10、11、12、13、14、15、16番の曲を多分買ったんですよね。バーンのところで。あそこちょっと最近知ったんですけど、バーンの CD 買うところって箱が4つぐらいあって、その中から、選んで買っていくみたいな、ジャンル分けされてるみたいな感じなんかな？なんですけど、そこの1箱を全部買ったというわけで。多分9から15、6ぐらいまでもうソールドアウトというわけで、まああと3箱残ってて、そのまあぼちぼち買っていきたいなというわけですね。今の説明で伝わったかちょっと不安だけど。 まあ、とりあえず曲をいっぱい買ったというわけで、1個100ネガだったかな。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂がラブレース。オボン、コボン、おめでとう。藤原のラブがまた一つ捕まりました。これで藤原はラブレベル22。はあ、重役。 愛の重役クラス。あと6ラブ。はーい、22か。だいぶ増えたな、本当に。僕いつも言ってる気がするけどね、増えるたびに。 いや、自分の成長がなんか嬉しく思うよ。さあさあ、というわけでゲームも進めていきたいところだね。ストーリーも、ミノさんもな、いつか捕まえたいんだけどって思ってんだけどさ、一向になんか機会が出てこないんだよね。よいしょ。じゃあちょっとね、今日は、トロピカルフィールドの先の花火出てくるとこあったじゃないですか。ジェントルさんがいたところなんですけど、あそこちょっと行ってみたいと思いますね。あそこちょっと録画してない時に探索したら、ちょっとこれ絶対何かあるだろうと。プラス、王様の話、の続きなんですけど、クズ花火はダメだったから、あそこの
花火っぽいとこで何かもらえるんじゃないかなという推察でございます。はいはい、来ましたよ。というわけでここなんですが、まあ、ヒントを情報を得てて、ここは夕方夜になる手前ぐらいに多分花火が出てくるんですよ、多分毎日ね。なのでちょっとその時間まで待とうかと思います。そろそろかな、来るかな。あ、来た来た来た。これを即座に、こんばんウィース、こんばんウィース、もう寝ちゃったかな。こんばんウィース、不法侵入でございますよ。あ、ママさん起きてる。あ、かわいい。ダイヤちゃんのあれかな、寝かしつけてたんかな。こんばんウィース、うん、この前の勇者の事件でぬいぐるみぐぐぐ壊れたけど後始末大変だったのよ、もう作るの嫌そうだな、ちょっとかわいそうなことしちゃったけどな、結果的にペロコン守れたからよしとしてくれ。王様からねバッチもらっちゃったんだよね、これ見てよ、金バッチ。ダメかダメか。あ、じゃあパパスイーの部屋に行こう、俺の大好きなパパスイーの部屋。パパスはもう寝ちゃったかな、徹夜で作業してるかな。あれ、ママスどこ行くんだろう、夜食でも食べんのかなパパスイー、ウッディー、ウディ寝ちゃってるね。うん、プラチナザファイア、バツメン、スコーン、口開けて寝てるあ、これできたやつかな、勇者メン、パパス、うん、ぐるぐるギャー、もうなんか喋ってウィーで燃えて、うん、ザザー、シャキン、アイラブ入ったこんなんでいいの、ラブってこんな安っぽっちなものだったっけ。パパは気づいてないしね、しかも。一応ラブ入るんだ。へぇ。ん？趣味の三味線。はい。だけ？三味線ね。なんだろう、意味があるんかな、何か。あ、朝になっちゃった。これ怒られんじゃないの？こりゃ出た、こりゃ。あー、あそこにいるさ、動物。あ、やっぱりこのタイミングか。朝方とか、そういう感じだ。もう捕まえちゃうわ、こいつ。俺キャッチするの下手だな、さっきから。コボンの時もそうだったし。なんかちょっと難しいんだな。そこにいたんだ。見つかるわけねえじゃん。なるほど、こういうやつもいるんだな。一丁豆腐、救出するでちょ、ちょ、ビビビビビ。なるほど、全員が全員、その、死体を調べなきゃいけないっていう概念にとらわれてるとこうなっちゃうってことね。了解了解。はいはい。こりゃわかんねえわ。はい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 。これ多分いつでも行けるようになったんだよね。あいつらバカだから。おう、ぴょん。ニートおい、バレてんぞお前ら、めちゃくちゃぐーたらしてたの、バレてんぞ。そんなんですぐに出動できんのか。うん、おこぜ釣ったんだぜ、おこぜ、すごくね、こいつ300年かもすんだぜダメだな、ここに来る価値はない時だ。他に調べられるもんも特になかったよな。来るか、来た、どっち、こっちか、取る、マジできつくね嘘だろ、マジでか、うん、
パパスの漫画が完成しました。勇者面なかなかの力作です。ああ、これきっとこれあれだね、ペロゴンの事件解決した時からも調べられたはずなんだけど、俺が調べなかっただけだね、きっと。それもラブ、これもラブ。力作っていうけどあれ多分4ページぐらいしかなかったよはいはい、まあ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 、ちょっとオフ。はい、あと3ラブね。はい、行ってきます。さあ来るだろう、そろそろ。濃い花火、濃い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 、来た、こっち。あ、来た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 、これだ。キャッチはやっぱできなかったはい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 、こんにちは。あら坊や、こんなとこに住んでんすか君たちこれあれですね、もう下手したら、うわ泣き出しちゃった、赤ん坊いるのか。 SOS 呼ぶレベルの住処じゃないのこれ。また来やがったな坊主、チキショメ。そう、ちょっと一回来たことあったんですよね、録画時間、録画してない時に。ちょっと不手際はねそうそう、でまあ進めてないんですけどね、帰っただけなんで。すぐに、はいはい、遊び場じゃねえんだ、早く帰んな。これ分かりましたって確かこの前喋ったら、じゃあすぐ帰れってなったんだよな。いや、だだこれんじゃねえよ坊主。じゃあおめえにどえらい花火の配合ができるってのか。できるよ嘘っぽち、面白いこと言うね畜生め。ならやってみな。花火の配合をするんだ、結構変わったな。どうせ坊主は素人だ、一丁教えてやろう。はい、玉屋の花火は中に9個の小さい玉が入ってるんだ畜生め小さい玉は1番から9番までやら、江戸っ子おじさんだろ。この並べ方で花火の出来が決まるのよ。そんじゃやってみな、どうせ無理だろうけどよ。並び、あー、まあパスワードみたいなもんか。1,2,3,4,5,6 か、6。一番真ん中は7になっちゃったけど笑っちまうな。そうだわな、自分の言ってることと違うことやってんだもんな。はいはい、あ、くれるの、ありがたいんですけど。クズ花火、あ、なるほど、これがクズ花火なんだ。あー、で帰宅ちょっとあの女の人にも喋りたかったんだけどな、ミスったな。あー、もうなんか玉屋のあれも気になるんですけど、せっかく王様からねバッチもらっちゃったんで、ちょっとこの夜の間に行ってみようかなって思うんですけど、いいですかね。すいませんね、ほんとあっち行ったりこっち行ったりで、こうなんか並行して進めてったらいいのか、もうほんとそこだけねやってったらいいのか、ちょっとほんと迷ったんですけど。ムーンっていうゲームさ、このなんつうんだろう、曜日でこの曜日しかできないイベントとかさ、この時間帯でしかできないイベントとかあるからさ、やっぱりその並行してさ、いろんなところをやってった方がいいと思うんだよな。というわけですいません、あの本当にあの記憶にないとかさ、そういう場面ももしかしたら出くわすかもしれないんですけど、ちょっとねいろんなことをやっていきたいと思いますよ。はいはい、で前回ねあの黒のバッジだとここまでしか行けなかったんだけど、これで多分特会員様で来た来た来た、行けるようになったぞ。じゃ雑じゃない、雑じゃない、特会員だぞこっちは。本当はお金何万も払わなきゃなれない特会員様をちょっと雑に扱いすぎじゃないの行ったな、この脳みそ空っぽおじさんめ。